コーナーキューブはリトロリフレクターの一種であり、光や電波を反射する性質を持った3枚の平面の板を互いに直角に組み合わせ、立方体の頂点型にした装置である。コーナーキューブリフレクターとも呼ばれる。平面の板は光ならば鏡やガラス内面、電波なら金属板である。その内側に入射した光や電波は平面で1回から3回の反射を繰り返し結果、 元来た方向へ帰る。反射原理により、コーナーキューブ、ミラーや、コーナーキューブ、プリズムとも呼ぶ。簡単のために次元の場合を考える。2枚の鏡を直角に組み合わせる。光がシータの入射角で鏡に入ると同じ角度、シータで出る。すなわち光は2シータマがある。それが2枚目の鏡に入る角度は R シータで、出る角度も R シータなので、2R2 シータマがある。 合計すると2シータ 2R2 シータ、すなわち 2R となり、元来た方向へ戻る。3次元、すなわち鏡3枚の場合はやや複雑だが2次元の場合と基本的に同じであり、上下左右どちらからの光も元の方向に戻る。この性質を再帰性反射という。自転車後部、ペダルの反射器、アポロ11号が月面に設置した。 レーザー反射鏡を身近には道路や車両に取り付けられている反射板がある。小さなコーナーキューブを多数並べたもので、プラスチック製が多い。夜間、それ自体は発光しないが、自動車のヘッドライトなどを受けて反射し、路肩や分離帯、他の車両の位置を運転者に知らせる。通常、道路用は黄色、車両用は前方が黄色で、後方は赤と黄色である。 自転車では後部のほか、ペダルや車輪のスポークについていることもある。自動車ではコーナーキューブプリズムとしてテールランプやブレーキランプのレンズと兼用になっていることが多い。点灯走行中は必要ないが駐車などで消灯時に必要となる。より高い精度のものは測量に用いられる。キューブも単体でガラス製が多い。 レーザー光を当てその帰ってくるまでの時間から長さを測定する。遠距離の例ではアポロ宇宙船が月面にコーナーキューブによるレーザー反射鏡を設置しており、地球からレーザーを発射して月までの距離の測定に用いられている。また、1986年8月14日に H1 ロケット1号機で打ち上げられた X は、 多数のコーナーキューブを直径2.15メートルの球面に配置した即地衛星である。電波では1メートルほどのアルミ箔を張った板でコーナーキューブを作りスペースシャトルから地表を測量したことがある。コーナーキューブの原理を応用したものにリバーサルミラーがある。これは直角に組み合わせた2枚の鏡である。通常の鏡は左右が逆転して見えるがリバーサルミラーでは 左右を保ったままで自らの像が映る。原理にある二次元コーナーキューブでの光の軌跡を見ればわかるように、このような鏡では右の鏡に入射した光が左の鏡から出ていき、逆に左の鏡に入射した光は右の鏡から出てくる。このため前後と左右の両方が反転し、結果的に対象を客観的に見た映像が得られる。なお、 リバーサルミラーは美容用として簡単に入手できるが、右手を動かすと向かって左の手が動くなど一見して反転して見え、また我々の多くは普段用いる左右逆転した鏡の像に慣れており、またそれを参考にして化粧をしたり、顔面の無意識の補正を行っているため、リバーサルミラーに映る像を見ると強い違和感を覚える。特に通常の胸像では気づかなかった。 顔面、頭部の歪みを感じることが多い。2種類の再起反射装置の比較ガラス球に対しても、光がコーナーキューブと同様の再起性反射をする。微細なガラスビーズを塗料に混ぜることで暗闇でも、明るい交通標識や安全目的の衣類に用いられる。また、その明るさを生かして、映写機などのスクリーンに使用される場合もある。ありがとうございます。